はい、今日はね、2024年6月の27日、木曜日ですね。朝のね、今ちょうど9時30分ですね。常吉大橋はね、いつもここ雨になってるんでね、標識は。あまり気にしないこと行きましょうか。まあ実際にね、万博今日でね、開催290日前とね、なったんやけども、まあ新聞なんか見てるとね、あんまりええことだなんも書いてないもんな。どないなんねんやーというとこあるんやけどね。これがね、まあ常吉大橋なんやけどね、どうですかこの車の混み具合というかね、スムーズですよね。新聞なんかではね、もう交通渋滞とかね、なんか書いてるんやけどね、そんなことないよね。ご覧の通りですわ。平日の朝9時半、本来やったらね、もっと混んどるというイメージがあると思うんやけどね。どうでしょうか。まあ信号待ちはね一本あるんやけども、だけど万博のなんか垂れ幕をつけたね車もおらんしね。この右手のね、信号の右のところもずーっと工事してましたけどね、もうだいぶできてますよね。ちょっとまあ見えにくいけどね、この、杉村運送さんのこの前の信号のとこね、こちら高架がね、ほぼほぼもうできてきてますね。どうなんでしょうかね。まあ間に合うか間に合わんかといろいろ言うてますけどね。まあ今年の3月にね、まあメタンガスのね、ちょっと爆発があったということでね、どうやろ、間に合うんやろかね。まあもう一回なんかそういう事故でもあればね、もうちょっと無理違うかなというのが、まあそういう感想かな。まあ、とりあえずね、夢前大橋渡ってね、万博のところでくるっと U ターンして、絶対戻ったところで一応終わりにしますけどね。前と比べたらどうですか？だいぶ進んでるでしょ？この360度の映像はね、ちょっと編集ソフトでは、まあ、いけるんかどうかわからんけどね、私が持ってるソフトではちょっと無理なんでね、編集ができないんですよね。まあ、前後と、前とね、後ろだけカットはできるんやけどね。それ以外はできないんで、まあ、信号が引っかかったら、もう待つしかないんよね。まあ、いろんなパビリオンね、まあ、タイプ A のね、かっこいいやつがね、いろいろ立ったら嬉しいなと思うんやけども、どん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 減っていってるのが、まあ実現、まあ現実やもんね。まあ私はまあ今もう60、もうすぐ7歳になるんやけどね。まあ実際にエキスポ70ね、1970年代の70年の万博ね、大阪万博。こちらもね、中学校1年生の時に参加してますんでね。その時の、なんやろね、臨場感というか、なんかそれがね、今回の万博はないよね。70年の万博の時はね、日本全体が本当にね、一丸となってね、やるぞという、それ意気込みがあったけどね。この関西万博はね、どうもいかんね。一体感が全くない。むしろ逆風ばっかしやからね。それとね、もう一点ちょっと私気がついてるのはね、まあ以前はね、大阪万博の会場のところね、杭を打って、その杭をまた抜くのになんたらかんたらって書いてましたけどもね、実際私が見る限りでは、杭工事はしてないと思いますよ。まあ週に一回はね、見に来てるんやけどね、杭工事をやってるところがあります。
それは何やねん言うたらね、もうすぐちょっと見えてきますけどね、万博の横のね、IR ですわ。カジノ。カジノのね、建設予定時のところはね、もう2ヶ月ぐらい前からかな、ずっと不意打ち機が入ってますからね。まあ長いこと使おうと思っとるから、不意はいるやろうけどね。万博は半年で解体やからね。その辺のことを考えると、まあ無理もないかなというのはあるけども、なんか災害でも起こったらえらいことになるもんな。この橋はまあ2つルートあるうちの1つでね、3車線ここもあります。左手にはコスモタワーとかね、もう見えてますけども、今日はもう天気悪いんでね、天気良かったら淡路島まで見えるんやけどね。どうですか、右前方に万博会場見えてきましたけども、このね、斜め右のところにあの空輸式いっぱいあるでしょ、あれが全部ね IR ですわ。カジノはいらんけどね。実際に万博もね、まあ、リングのね材木あれを再利用再利用言うとるけども、私の勘ではIR に持ってくるん違うかなというね。すぐ横やしね、運搬のコストもかからん。どうでしょうかね。これも随分右手ね、橋1時間かけてやってましたけど、かっこいいのができましたよね。このまま真っ直ぐ行ったらね、先島大阪南港に行っちゃいますんでね、ちょっと左に入ってね、速度をぐるっと回って橋をもう一回渡りますよ。見えますかね。ぐるっと回ったらね、ちょっと正面に見えるんでね、もう少し見やすくなるかなと思います。まあ、好きなところをね、見てもらえたらいいかなと。これこの前ね、右のやつは、会場のところね、大きなできてますよね。どうでしょうか、渋滞はしてないですよね。搬入が大変や大変や。まあ、コンテナがあるんでね、こういう貨物の車は確かに多いです。でもどうですかね、そんなことないもんね。これは向こう行ったらもう難航なんでね、ここでもっぺんくるりっと回りますよ。回れば正面にね、万博のゲートの入り口が次から次に見えてくるんでね、後ろは万博の車みたいやね。夢島って書いてますね。ここが南東航空のね、入場ゲート。正面に見えてる建物は調べてくださいね皆さん。ここでは言いません。ところがんです。自動車運転実装実験中って何かやってんの、何やろな。まあたくさんクレーンがあってね、こういう格好ですよ。えらい今日はゆっくりですね、車が。変わった針金みたいにくるくると回ったなんか変わったのがありますね。うわ、なんか吹き付け、これはすごいな。こんなしやるんやな。へえ。なんか土みたいになってるね。たくさんの作業員さんね、頑張ってますよ。
まあこういうのもね結構貴重かなと思うんやけどね、映像的にこういう映像を撮ってる人あんまし、というか私は知らないんやけどね。まあ仕事しとったらほんとできへんもんな。もう駅なんかはねほぼほぼできてるみたいやけどね、地下鉄なんでねちょっと見えへんね。この前のね夢前大橋を渡って降りたところで今回は終了としますね。以前の動画にでも出してますけどね、この今から通る橋はね浮体橋と言うてね、浮いてる橋なんでね固定はされてないんでね、まあ災害時の時には大阪港にね大きな船が入れるようにね橋がくるりっと回るというね、こちらの方もまあ動画の中にありますんでね、まあ浮体橋とか言って調べてもらったらすぐ出てきますんでね、まあ見てもらったら嬉しいかなと思いますけども、まあ曇り空でねちょっと遠くは見えないかなというそんな感じですけども、まあ実際のね車の流れっていうのをこれで分かってもらえると思うんでね、そんなもう混んでどうしようもないとかねそんなことはないですね。だからまあね YouTube で他のチャンネルなんかでもいろいろ言ってますけどね、やっぱり鵜呑みにしたらいかんよね。実際ね走ったらこうやもんね。ああこれ万博なですね。こんなんやってるんや。自動運転か。どうやら運転さんハンドル握ってませんかね。見えますでしょうかね。こんなんもやってるんや。面白いな。みんなバンバン抜いていきますから。まあ、今で50やけどね。それじゃあまあ今回はねこの橋降りたところで一応終わりということで、まあまたねコメントはねオープンにしてますんでね、また何か書いてください。ただし返信はしません。いろいろとね政治絡みのことも書いている人もいっぱいおるんでね、それに対しての返信はしませんのでねお願いいたします。では、ここで失礼します。さようなら。